皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー7ザ・ファーストソルジャーのファミ通紹介をしていきたいと思います。ソルジャー不在の時代を描くバトロワアクション。これまでのファイナルファンタジー7の関連作品の中で一番初期のソルジャー不在の時代で、ソルジャー候補生としてソルジャーの設立に関わる内容になっています。物語性はゲームの特性上さほど濃くないですが、バックボーンや設定は存在します。ソルジャーになるための候補生たちの訓練という設定です。実戦を想定した様々な状況が用意されていることがあります。ソロとトリオ戦があり、最後の一人または最後の1チームとなることで勝利となります。バトロワ系ゲームの楽しみの一つであるアイテム収集の一環にモンスター討伐によるレベル上げという RPG 要素を加えることで、むしろライトなユーザーこそ準備の成果としてバトルを楽しめるような作りとなっているゲームとなります。まあ、2021年配信予定なので、もしかしたら4月中に発売される可能性もありますし、5月中に発売される予定であるかもしれませんね。まあそこのところの情報がまだ分かっていないところですね。まあいずれ続報で公開されると思いますけどね。本当唐突に公開す、もうすぐに気がついたら配信されたっていうことも、まあアンドロイドではよくあることですからね。まあドラゴンクエストウォークしたり、まあいつの間にか配信されてましたからね。そしてなぜかスライムが野沢雅子さんが演じられているという驚きですね。まあまだ内容としましては、まだ詳しいことは分かっておりませんからね。まあそれらの情報も加えて続報に期待したいところですね。まあそんな感じで今回はこの辺で、ファイナルファンタジー7ザ・ファーストソルジャーのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。